ホービーライブにお誘いいただきましてありがとうございます。あの何を隠そう、私が33期当時部長をやっておりましたトミーです。さっきね、現役の51期の子がいるって聞いて計算してみたんだけど、俺がライト入った時に生まれてる。今日はね、もううちの小5年、小5と小6の息子も今こう前にいるんで、多分息子の方が年近いと思うね。いやもう本当にみんなすんごい うまくてちょっとびっくりしてて、なんか緊張してきたんだけど。酔っ払ってたら分かんないけど、最後なんでね、ぜひあの盛り上がって帰ってもらえたらいいなと思いますし、楽しんでください。
しぶりにすぎてちょっと呼吸ができないですね。ありがとうございます。パラパー、初めての方も多いと思うのでちょっと自己紹介だけさせてください。はい、36期のベースマッサンです。お願いします。ズッキャンパラパです。あの伝説のスイートモンシュガーのドラムです。35期の町明です。一応あの現役時代はギターパートにいました。え、そうね。今日はよろしくお願いします。町明、はい、33期のトミーと申します。ねえ、そうそうそう、あのね、僕3兄弟全員ライトなんですよ。33期、6期、9期で、さっき計算したらうまくいけばもしかしたら59期ぐらいに入るかもしれない。このライトのね、歴史をつないでってくれたら嬉しいなって思います。あとで喋ります。とりあえず次に行きましょう。トミーさん酔っ払ってますよね、絶対。次ピンポですよ。じゃあ行きましょう。はい、you
社長まあ、ちょっとね、せっかくなんで、まあ、あんまりね、武勇伝っぽく話すあれじゃないんだけど、せっかくこういう機会なんでね、はい、僕がね、ライトに入った時はね、YouTube もなかったですからね。そうないね。で、創価大学で、まだね、大学内でタバコが吸えたんですよ。だからもうね、ブス前でガンガンみんな溜まって、タバコ吸いながら、MD に録音した曲を聴きながらこうコピーしてて。もうね、そう、今日ね、今日聞いて確信した。あのね、後輩の方が 100% うまい。 100% うまい。だから僕らは、でもね、泥臭さはね、すごいあったと思ってて、なんかもう気持ちで勝負してたから、なんかね、当時はバンド練習八王子のね、あのリンキーとか撮って、わざとね、これ絶対真似してたんだよ、わざと路中してね、これ中金切られてなかったら俺ら店コン受かるとかね、そんななんか青みたいなこといっぱいしてた。そうそうそう、店コンってまだあんの？オンラインでやるらしい。そうなんだ。オンラインじゃない、まだ星とかつけるの？すげえ。ちょっと気になることはやっぱいろいろあると思うんですけど、あとで飲み会で聞きましょう。あ、でも本当にライトミュージックが、僕はね、今でも一生大事だと思ってる友達がライトミュージックの友達なんですよ。だから本当にね、これからこのね、人脈を大事にしてほしいし、本当に一生の付き合いになると思うんで、だからね、この思い出をね、これからもつまみに酒を飲んでいきたいなと。ええよ、嬉しい。本当に今日、もう仕事も家庭もある中、本当に皆さん集まっていただいてありがとうございます。本当ですよ、鹿児島からありがとうございます。本当にこんなに幅が広い曜日ライブ多分やったことがないと思うので、ちょっと自分もドキドキしながら本当に迎えたんですけれども、本当に皆さんの協力で、なんとかちょっと終えることができそうです。最後まで無事故で最後まで無事故でやりましょう。本当にね、ちょっとあと一言だけ、本当にライトのライブってすごい押すイメージがあったんですけど、現役の子というか僕らより下の子はちゃんとオンタイムで終わらせてくれてるんですけど、もう僕ら多分5分ぐらいもうすでに喋りすぎて押してます。最後まであと残りちょっと全力で今できる演奏を精一杯やるので、よろしくお願いします。本当にありがとうございました。
やったな。ありがとうございました。あのこれで終わりです。最年長が一番はっちゃけてましたね。あの最後にあの終わった後に打ち上げやるので、よかったらあの見に来てくれた方も残ってもらえればと思います。あの普通にドリンク500円で、飲み放題の方は2000円払えば飲み放題になるので、あのよかったら残っててください。本当にありがとうございました。Thank you.